県が着工を認めていないリニア中央新幹線の静岡工区を鈴木康友知事が今日就任後初めて視察しました。鈴木知事は午前中からおよそ5時間かけて田代ダムや工事の掘削道を置くつば九郎発生道置き場、作業基地となる佐原島ヤードなど合わせて6カ所を視察しました。鈴木知事による工事予定地の視察は就任後今回が初めてとなります。百聞は一見にしかずではありませんけれども、やっぱり現場、特に重要な現場をですね、今日は確認をさせていただきまして、より理解を深めることができました。とても良かったと思います。自然をしっかり守りながらですね、工事を進めていくためには、これからも真摯にスピード感を持って JR さんとは対応を進めていきたいと。リニア問題をめぐっては鈴木知事は8日に閉会した県議会で、課題がクリアされ大井川流域の自治体などから一定の理解が得られた時点で政治的な判断を下すとの考えを示していました。